皆さんこんにちは。フロントフォーク無事に終わりましたので、組み立てていきたいと思います。はい、とりあえずこちら、左ですかね、ちょっと入れていきましょう。丸ソッキの、フロントフォーク、閉められないですね。場所が。
ホイール、ちょうどいいものが、ブレーキの分岐するところがあるんですけど、スタビライザーも兼ねてるんですかね。フォークを左右で止めてますので、入らない、一箇所入んないですねブレーキホースが当たって入らないですね。ドア抜くときは入れられ抜いたんだから、一番最初にやんなきゃダメですね。ちょっと雑巾で先に入れてからこうやんないと。ナットは13、ね、13っていうのを使ってるんですよね。日本車だとね、国産のだとあんまり13ってナットは使わないんですけど、
ボルトもそうなんですよね、頭が13。こっちがですかね、はい、ちょっとこれの雑巾で入れてちょっとね、汚いですね、やっぱりね過去に何度外してるかは分かりませんが、さすがにね、20年以上前、96年だから3年ぐらい前になるんですか。後ろはそんなに汚れてないっていうのはどういうあれなんですかね。後ろは何度も外して掃除してるのか、後ろはちょっとタイヤつけてキャリパーを止めてからですね。そんなところで、ホイールですね、ホイール。先につけといた方がいいもんね。この辺をつける前にここを閉めたんだから、ここのカバーですね、前カバーをつけた方がいい。これですね、これですね。これは
この間に入るのか。じゃあ上に入るのか。こうか。こうですね。はい。で、長いこのタッピングで下からずーっと止めるって感じですね。ありましたね。ちょっと初めて気づきました今。このカバーね、外す必要はなかったんですけどね、外しました。地味な作業ですね。黙々と。いかに楽しくやるか。パパッと終わるかと思ったんですけど、やっぱり物いっぱい。ダメですね、フロントフォーク俺パッと終わるかななんて安易なことを思ってましたが、くっつけるものがいっぱいあって簡単には終わらないですね。はい、そしてでラジエーターカバーね、これをあのタイヤつけてからやるの、ホイールつけてからやるのめんどくさいじゃないこれね。分からない部分もありますが、どうぞこう下げて、
箇所ね、どっか止められれば。落ちたやつはどこだ。あれ。暗くて見えないから明かりですね。あれどこだろう。合わない。全然合ってない。こうか。あれ？あれ？なんか合ってないな。合っていない。なんでだ？ネジだらけで。
いい。そしたらば、そしたらカバーはついたと。ということで、ホイールですよね。とりあえずここまで来ましたね。これはちょっと一旦こっちに置いて。左右があるんで、ここですね。はい、
入らないな。こっちは入っているんだけれど、入ってるな。微妙に何かがずれてますかね。フェンダーを先に止めたのは失敗ということですかね。フェンダーをやっぱりちょっと外してちょっとスタビを緩めて変わんないかな。やっぱりスタビがダメでした、ね。そしたらなんとか締めてからスタビ締める感じですね。はい。そしたらですね、規定トルクを調べておかなきゃいけないですね。上には書いてないから。はい。とりあえずですね、ホイールを取り付けたところまで、はい、やらせていただきました。長々と。はい。で、その後ね、これ規定トルクで締めて、あとここ、締めて、で、スタービー止めて、で、フェンダーですね。で、あとアンダーガード、はい、止める感じでございます。はい、長々とご視聴ありがとうございました。